ドアが閉まります。ご注意ください。
間がある方はゆっくり見てって。面白いですね。でこれはメインライブね、やっぱりああいう衣装着ながら買えない人たちはこういう安い安価なもので畳の目に刺したらたって買うことにして、場所もそんなにあれですもんね、その時すぐこの一つだけとか、これ珍しい、誰でもほら買いたい時代じゃん、これを言ってたカツラに来たんですよ、ひな祭りの貴重なものがあるんだ、ものすごいんだよ、ね、本当ですか、ひな祭り言えないけどもこれ、ひな祭りでしょ、はい。
ちゃんも来たし、ブレーキかかってんの？になりました。信号赤です。まだ2つずつ。おひなちゃんの方がね。すごいね。そこで飯食うよ。もうちょっと後ろ下がりなさい。よく考えて。はい、OK。どうやってます？
手屋さんで買うんですね。浅草なんか行っとってる。買ってきて、こういうもの。でいいはずだ。でしょう。これ着てるものは全部お家の着物です。ほどして、昔の着物をほどしてね。すごいね。このサルボなんか大変だったんですって、これはもう1年がかりです。こんがで、あ、そうですか。あそこのお寺さんも見に行きましたよ。あ、そうですか。結構下がってますので、年々増えてますけど。あ、ね、作るのだって大変だもんね。だから、まあ、1年かけてこれが1年かけてこうやって手が込んでるものは、おばあちゃんって書いてあったでしょ。はい、書いてありました。これが12になったってね。これは一人の作品なんです。そうなんです。でこのおばあちゃんね、いろんなものをごちゃごちゃ下げるのが嫌いで、吊るし気になると、いろんなものが下がって